ました。ありがとうございました。現場に行っていただいて、それをお伝えいただいているというコーナーなんですが、はい、はい、じゃあ寺田さんから、はい、私はございますけれども、はい、今回 X にですね、すごいのが寄せられたんですよ。サメ屋のサメバーガーをご紹介くださいましてありがとうございますっていう X に載ったんですよ、皆さん。え、これおすすめとかですか、もしかして。そうですよ、大変なことじゃないですか、これ。怖いですよ。え、サメバーガーを作ってるところから、え、私東北の絆祭りに取材に行った時に、はい、このキッチンカーがあって、はい、このサメバーガーをご紹介したんです。いやいや、それは食いたいと思いました。え、はい、そしたらこのお店の方が、はいはい、これを X に載せたという、なんかこの番組を見たってことですよ。うちの YouTube 見てくれてたってことですか。そういうことですよ。ちょっとね、今まで会員の方しか私見てなかったんですけども、うん、ちょっと世間を意識せざるを得ないなと。ちょっと言動はちゃんと注意しないといけないんだなと、見られちゃってるなこれはと思いまして、ちゃんとしないとダメだなと。まあ言っちゃなんですけど、再生回数驚くほど低いですよ。低いですよ。なんであんなに伸びないのっていうぐらい伸びない。すごい。笑っちゃうぐらい。なんかしたのかっていうぐらい伸びないですよね。すごいですよ。3年以上やってるでしょこれ。3年以上やってるなんか止められてるんじゃないかってぐらい。本当ですよね。だけど反応はすごいですよ。今日はそれでジョーズを来てくれてるんですか。そうですよ、ジョーズを来てサメバーガー、もう一回言いますけれども、はい、まあ、高級なフィレオフィッシュバーガーみたいな感じです。フィレオフィッシュって言ってましたね。高タンパク質で低カロリーという、全然太りにくいという、めちゃくちゃ体にいい。じゃあサメって美味しいんですか。サメ美味しいですよ。気仙沼で取れたサメでございます、まあ、そうそう、気仙沼取れるんですよ。だってフカヒレも有名じゃないですか。ってことは本体もあるわけだから。そうですね、モウカザメというサメから、はい、うん、ただただ食いしん坊で食べてるだけかと思ってたけど、ちゃんと貢献してたんだ。やっぱりちょっと怖いですね、街歩けないよこれ。なんだよ、ちょっとね、バレちゃった。気をつけたいと思いますけどね。存在バレちゃったからね。本当サメ屋さんご紹介くださって、いやいや、サメ屋さんの褒めるべきだと思いますよ。よく見つけられたなと。いや本当ありがとうございます。お願いしますよサメ屋さん、この写真使ってもいいですからね。ご自由に使ってくださいよ。ご自由に。美味しかったですと。もう本当大変ですよ。ありがとうございますサメ屋さん。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまあこれはサメ屋の話はこのぐらいにしてね。はい、私今回ここに行ってまいりました。アロハ東京、これハワイのイベントです。5月31日、6月1日、6月2日と3日間にかけてやってたイベントなんですよ。ちょっと渋谷区進出してるじゃないですか。ちょっと恵比寿のガーデンプレイスですか。プレイス。プレイスに。ちょっと緊張しましたね。セレブの中、仲間いいですよ、俺も。練馬からね。練馬の田舎者が恵比寿に行っちゃったんですよ。急に渋谷区来ちゃった。練馬区の祭りとは全然違いました、客層も。すごかったですよこれ。なぜ家にアロハ行ったんですか。いやいや、ハワイといえば僕一番好きじゃないですか僕。まあまあそう、ハワイ通ですよ。九条さん行ったことあるんですか、ハワイ。もちろんです。行ったことあります、うん、ハワイいいでしょやっぱ。まあいいですよ ね日本語も通じるし、ね、安全だしね、だし食べるものも美味しいし、うん、ハワイ嫌いな人っているのかなと思いますけどね。いや今はちょっと物価が高くなってるから。そうそうそう、だからお金だけですよね、うん、問題はそこだけ。問題はそこだけでね、無料で行けるって言うんだったら行きたいですよね。行く、ね、それで僕4回行ったことあるんですけど、ハワイに全部で、はいはい、そのうち2回がオーカー工業の社員旅行で連れてってもらったという。リッチ、そんな時代もあったんだよ、オーカー工業。そういう時代もあったんだよ。リッチ、すごい人数連れて行ったんですよ、オーカー工業で。信じられないと思いますけど。信じられない人数で行ってんだから。そんなことしてました。すごい。そうですよ。ちょっとだけど総裁からこういう指令が来たんですよ、はい、ただのね、社員旅行だと思っちゃダメなんですよ。あったよ、厳しいんですよ。え、何？ワイキキビーチにいるからちょっと来てくれっつって、こういうのをやらされたんですよ。パラシュートをつけてワイキキビーチを走れって言うんですよ。厳しいですよこれ。厳しくないよ。あのね、ワイキキビーチ知ってますよね、皆さん。ジョギングしたりとか、うん、朝のなんかラジオ体操みたいなのやってるじゃないですか。やってます、やってます、はい、だからテラちゃんもどうぞっていう感じ。いやいやいや、パラシュートつけてる人はいないですよ、一人も。俺なぜかね、このパラシュート持ってたんですよ。なんで知らないよ、それもう本当に。これだけじゃないですよ、これこっちも見てよ。みんな見てる、みんな見てる。これね、
パラシュートがちょっとでも落ちるともう一回走って、もう一回走ってって何回も走らされたんだよ。もう最後。いや多分ね、あの風圧を使ってるトレーニングなんですよこれ。だから俺アスリートじゃないんですよ、オリンピック目指してるわけじゃないんですよ。一回でいいじゃないですか、どういう感じかっていうの。何回も走らされて、で首が引っ張られるんですよ、うんうんうん、思いっきり走ると首がどんどん引っ張られるから周りの観光客が怖がってましたよ。こいつって顔してる。何ワイキビ以上思いっきり走ってんだよ、パラシュートつけてっていうね。しかもね、砂場なんて大変なんです。そうなんですよ、そんな早く走れないですよ。走れないですよ。まあ30代だったからまだ走れましたけども。え、30代なの？30代でした、この時は。20代だと思って、ちょっと30代で走らないでしょ。きついっすよ、何十回もやらされたら。いやいや、いいフォームですよ、ほら。これはあの一応ね、はい、オアフ島ですけれども、はい、これだけじゃないんですよ、うん、マウイ島にも行ったんですよ。マウイ島ね、さらに遠くのマウイ島に行ったんですよ。この写真覚えてますか、総裁？マウイ島。あ、これ御来光ですか？ハレアカラーの山頂から見る日の出です。標高何メートル？3000メートルぐらいあると思う山なんですよ。まあ富士山に近いような山ですよ。そうそう、富士山に近いぐらいの高さ、高さの山。はい、私ここは行ったことないです、ハワイ島。そりゃ行けないですよ。でも車で上の方まで上がれるんですよ。そう、なんかね、うん、暗闇の最中に真っ暗ですよ、正直言って。これは、ね、日の出が出たから明るくなってますけど、うん、真っ暗。それでオレンジ色がちょっとずつ見えるね。かわいい。感動しますよ、うん、いやいや、それだけじゃなくてね、クヨさんね、あのね、星がめちゃくちゃ綺麗なんです。その前のね、夜の真っ暗な時は星がすごいです。天の川が見えるぐらいすごいんですよ。異常なほど星があるんですよ。そう、星、最初はその星を見たりして楽しむんですよ。あれだよね、天文観測所。観測所ありましたね、そこにね。マウイ島に。そうそう。多分世界的なその観測所が近くにありました。この山頂にありました。最初は分かんなかったんですけど、明るくなってから、え、こんなのあるのっていう感じですね。そうですよ。だからこれ後ろの白い部分は全部雲海なんですよ。雲なんですよ、雲。そういうのも徐々に見えてくるんですよ。3000メートルだから。山とか雲が見えてくると本当に感動しますよ。な、願い事を言えば叶うなんて言われましたけども、そんなのもう忘れてるんですよ、感動しすぎて。願い事どころじゃないですよ、もうあまりの凄さに。すごい。もうぜひですね、はい、マウイ島行ったらぜひこの山頂からマウイ島から見てほしいですね。まあ、富士山から御来光を見るみたいな感じです、うん、2010年だから14年前。これは14年前ですね。はい、40後半ぐらいなんですかね。はい、40後半。あんたこの時もね、パラシュートで走ってます。もういい加減しろよ、あんた。いや、でもいい体でしたよ、ふくらはぎパンパンに。最高ですよ、もうボディービルダーとしてアスリートとしてね。どうして？どうしてじゃないわ。どうしてじゃない。時っていうのは経ったらどんどん劣化していくんだよ。しょうがないんじゃないかよ。そして、はい、今回のイベントですよ。問題はハワイ大好きってことが分かるでしょ。これね、分かりました。ここはですね、 HIS のレアレアステージという場所なんです。はい、こちらではフラダンスなんかが、いろんな団体が踊ってくれるんですけど、フラダンスっていろんな世代の方が踊れるっていう点では本当すごい踊りだなと思って。まあまあそうですね、こうね、20代の方もいればね、50代、はい、60代、70代ぐらいの方もいましたね、はい、なかなかないですよね、そういうダンスっていうのは、うん、素晴らしいなと思って。そしてこちらがセンターステージ、あー2カ所あるんですけど、こっちはね、はいはい、2000人ぐらいいたかな、観客が。結構大きいんですよ、キャパも、はいはい、お客さんのキャパもね、広くて、この高木ブーさんなんかも出演してました。ミュージシャンの方の歌を歌ったりするんですよ。ああ、なるほど。すごい、ガーデンプレイスの真ん中のとこですよね。そうですよ、あの広場でね。そう、はいはい、91歳ですよ。91でウクレレ持って歌を歌って、トークもするんですよ。すごい。俺、雷様のあのイメージしかなかったから。確かに。びっくりしますよ、トークのスピード感に。はい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 、91でこんな頭の回転速いのかと思って。あ、頭いいんですね、この方ね。なるほど、ね、で楽器も普通にウクレレいい音で弾いて、へ、あと松山千春さんの恋っていう歌を、はい、熱唱して、へ、歌もうまいという。なるほど。だドリフターズってのはやっぱミュージアムなんですね。もともとね、そうですよね。そうなんですよね。そして、はい、こちらがですね、キッチンカーなんですけど、キッチンカー、はい、まあ美味しそうなものいっぱいありますよ、ハワイの食べ物っていうのは。うん、はい、うん、
まあ私もね、食べさせていただきましたけど、ロコモコプレートという。あ、ロコモコね。定番ですね。定番です。ハンバーグと目玉焼きとか、あとガーリックシュリンプとか、ちょっと野菜が入って、はい、あとなんかドンタコスっていうポテトチップスみたいなのが、なんかありましたね。そういうのが入ってたりして、すごい美味しかったですね。はい。そしてこちら。こちらがね、はい、ハワイロングボードビールっていう。ほう。ビールなんて俺苦くて全然飲めないんですけど。酒飲まないでしょ。そう、飲まないです。このビールは飲めるんですよ。美味しかったですね。口当たりがいいんですよ。あ、そこまで苦くなくて、後味もすっきりして、ロングボードビールおすすめですよ。お酒の弱い人とかも。あ、そうですか。パンなんかにも合いましたし、美味しかったですね。はい。それと、はい、こちらドーナツなんですけど、これマラサダっていうドーナツがすごい人気で。マラサダね。知ってます？うん、マラサダ、ハワイなんかで、うん。ハワイといえばマラサダ。あ、やっぱこういうお店が多いんですか。こういう感じのこういう、うん、キッチンカーみたいな感じで あっちこっちあったり。あ、やっぱりそうなんですか。うん、いろんな場所にこのマラサダを売ってましたよ、うん。キッチンカーで。こちらがハワイアンスイートカンパニーというお店。お、こちらもまあ20分ぐらい並びますけど、まあちょっと中身が違うんですよ。これ中にクリームとか。はい。いろいろものが入ってると、はいはいはい、さっきのは外だけなんですけどね、はいはい、まあ、違いがあるという、はい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 、そして私が買ったのがこのホノルルマルサだという、うん、ほう、これもやっぱり20分ぐらい行列ができて買って、はい、行列できて、これがもう一番シンプルでしたね、はい、ドーナツの前にこう砂糖とかココナッツなんかも、はい、その注文したものによって外にかかってるものが違う、こういう丸いパンみたいな感じな、ね、そうです、丸いパンですね、いわゆる揚げパン、揚げパンですね、丸くしてて、でももちもち感がすごいんですよ、うん、すごいお餅のような感じの食感で、うん、めちゃくちゃ、それが多分いろんな店舗さんによってで違うんですよ、うん、微妙に、ね、いろんな形があるという、うん、まあ私もこうやってね、2個いただきましたけど、何もでもいけますよこれちっちゃいですもん1個が、あ、一口でなくなっちゃいますから、もう大きい、だからいろいろなお店あるんですよね、ホノルルのマラサダはちっちゃかって、うん、カロリーないんじゃないかなと思いますよ、これめっちゃ高いから、え、めっちゃカロリー高い、何個でも食べるんですよこれ、アイスクリーム、これもココナッツアイス、あー、なるほどね、ココナッツグレンという有名なお店のココナッツアイスなんですけど、チョコレート味、はい、これもね、ちっちゃいんですよ、意外と何個でも食べれるノーカロリーめちゃくちゃうまい、ノーカロリーじゃないと思います、ね、めちゃこ伸びるんですよね、あ、伸びるアイス、はい、でココナッツの味がして、もう本当にハワイに来たような感じですよ、でまあこういうのいろいろね体験していくと、はいはい、ここに行っちゃうんですよ HIS、うん、ここね、ここは旅行とかもそうですね、旅行チケットね、チケットとかも、ここで受付とかもしてるんですよ、本当にお金とか何にも考えてない人だったら行きますでしょうね、ハワイたまには行こうかなんつって、なんか、あ、じゃあ次行こうかなって思っちゃう、思う、うん、そんなね、舞台見たり歌聞いたり行きたくなっちゃう、美味しいもの食べたりすればもうまさにハワイ行きたくなりますよ、うん、もうここで申し込めるんですか、申し込めます、それが狙いですよね、いやいや、狙い切っちゃダメでしょ、そんなことはないでしょだって行きたくなるもん、今見てるだけでも、もう大川工業だよね予約入れようと思ったんですよ20人ぐらいかなと思って、社員旅行第3弾いけないかなと思って、そして、はい、こちらのまあセンターの通りなんですけど、すごいテントがたくさんありまして、ここでお土産屋がいっぱいいろんなものが売ってる、はい、ハワイの例えば化粧品、あー、いいですね、はい、アクセサリー、アクセサリーとか T シャツ、アロハシャツとか女性もの、なんかハワイの、はいはいはい、洋服とかね、あとキーホルダーもなんか木のキーホルダーが売ってて自分の名前入れられると、はい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 、あとあのあれですね、マグカップなんかも、なるほど、いろんな模様のマグカップなんかもね売ってて、なんかハワイのショッピングモールみたいな感じですね、いやまさにその通りです、ハワイに来たんじゃないかなと思います、こういうの見てたら、ね、お土産のね、お土産とかね、ほんと足りないのはワイキビーチだけですわ、これがほんと海さえあれば、ここハワイじゃないかなと思いますよ、そこで、はい、私はこの店でこの T シャツを買いました、ほう、はい、なんかやたら激安って書いてあるんですよ激安って言葉があるとすぐ吸い込まれちゃうんですよね、最近はここだったら買えるかな、はい、ここでまあいろいろ T シャツとか、はい、いろんなものが売ってます、バッグなんかも売ってますし、そこでなんと私視聴者の方にこの T シャツ、私と同じ、これ L サイズなんですけれども、 L サイズ、あ、そうですか、ええ、
私を着てるのは LL です。はいはいはい、こちら L サイズですから1名様にこちらをプレゼントしようかな。太っ腹、太っ腹ですよ、太っ腹ね、太っ腹ですよ。あ、いや、なんかね、本当にハワイっぽいですね、なんか、ね、はい、もう夏場とかぜひこれを着てくださいね。本当肌触りもめちゃくちゃいいしね。あ、生地もしっかりしてますね。で、まあこういうのを買うとですね、領収書問題とか出てくるんですよ、はい、出てくるんですよ、領収書問題が出て派生するんですよそしたらここのお店に売ってる方が外国人なんですよ。あ、領収書くださいって言ったら、うん、領収書、うんうん、領収書、うん、分からない、分からない、分からないことないだ、うん、いや、Your company! Your company! This T シャツ、プライス、プライス、プライス、オーカー工業、おい、カモン、全然分からない、分からない、何、何、分からないで、領収書が分からない人がいるんですよ、世の中に。もしまあ後ろでもいっぱい並んでるんで、これ以上行くと国際問題になるっていうことで。そうでしょ。今回は私は諦めましたよ。諦めました。諦めたの？自腹で。普通にキャナイムレシートでいいじゃないですか。レシートでいいんですよ。うん、レシートでいいんですよ。うん、キャナイムレシート。レシートで、レシートで領収書切ってくれます？切ります。あ、向こうに伝わります。いや、サインとか言えばいいんですよ。それで。サインね。そう。言えば分かりますよ、向こうの人に。本当ですか。わ、全然わからないんで一点張りですよ、何言っても。わからない。 Your company ハンコハンコとか Your company This shirt price オカ工業、全然わからない。それが意味が伝わってないですよ。もう国際問題に発展しそうでして、いくら大声で言おうが何しても当たり前だよ。だってダメなんだな。あなたのオカ工業カンパニープライスプライス死活問題ですから。何を言ってるか分からないですよ。もうこっちは分かりましたしかなかったですよ、返す言葉。 Can I receive please で大丈夫でしたよ。本当ですか。はい、でもそれこそ海外とかで領収書っていうのって本当になんか万国共通でどうしたらいいのか分からない時あるじゃないですか。ありますよね、本当にね。フランス行かれた時とかって、いや、今みたいに普通にレシートで通用しました。あ、本当ですか。レシートで大丈夫でした、うん、で、あとまあだからあのサインとか言って、あの会社の名前入れてもらったり、ハンコしてもらったりはしましたね。ああ、そうですか。はい、あんまりそういう文化がないみたいですね。はい、はい、日本だけですよね、領収書しっかり。そうそう、領収書わからないって言われるんですから、書いて渡してほしいっていうのは、その言葉は全然わかってないですよね。うん、まあとにかく1名様にプレゼントいたしますのでね、はい、ぜひ応募待ってます。初の自腹です。自腹ですからね、これ貴重な1枚ですよ、皆さん。